はいどうもゆらたまです。今回なんですけど、重心化返したガブリエル、こちらを天魔の2で使っていきたいと思います。反射の方から使っていこうと思います。で、今回なんですけど、ガブリエルなんですが、天魔に相性がね、良くないんじゃないかって思われるかもしれません。で、その理由の一つとして、ストライクショットが貫通化 SS なんですね。で、これ貫通化 SS なんですけど、まあ、実際ね、そのモンストニュースで発表があったように、天魔2でも、マジで火力が高すぎて、そんなにね、貫通化 SS のデメリットを感じないような形になってますので、まあ、そちらの方もね、うまいこと今回のプレイで見せていければなと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。で、ガブリエル、なんとね、10周年の大取りとして重心化返しました。今回ガブリエルなんですけど、重心化と揃って分岐してます。で、もう一体の方の貫通化の方は、またどっかのクエストでね、うまく使ってみて、見た、あげれたらなと思いますので、またお楽しみにしてください。はい。で、今回、まあ、ガブのね、反射の方を使っていくんですけど、まあ、こちらね、かなり強化されました。で、その強化された理由の一つとしては、まあね、属性キラーが乗りましたっていうところと、あとは友情コンボがね、コピーと公式アップになって、腐れない。まあ、腐らない友情コンボがつきました。で、今はね、今までは電撃とかっていう風な形の友情コンボではあったんですけど、まあ、電撃ね、まあ、現代のモンストで言うと少し弱めの友情コンボになってたので、そういうところもあってかなりガブリエル強くなってます。はい。で、まあ、プラスアルファなんですけど、こちら、離れコグニでもね、かなり強いんじゃないかなと思っています。まあ、これはね、実際使ってみないとちょっとわかんないであるんですけど、離れコグニでも強いんじゃないかなと思うので、ぜひね、活躍させてみたいところではあります。はい。で、まあ、今回テストプレイ含めて、これ何回かプレイしたんですけど、ぶっちゃけね、まあ、ミューズとやっぱ組み合わせるのが一番強いです。で、ミューズが、ま、短縮弾ね、拡散短縮弾放ってくれるので、これでミューズのストライクショット短縮したりとか、まあ、ガブリエルが友情コンボでコピー、メイン友情コンボであるので、ガブのコピーで、まあ、ミューズのね、短縮弾を出していってっていう風な形で、まあ、短縮しながら、まあ、ミューズとの相性がめちゃくちゃいいなと思いました。で、今回なんですけど、水属性耐性とプロテクション、まあ、ついてるおかげで、まあ、このね、リヴァイアさんのレーザーぐらいであれば、まあ、全然ね、ダメージ食らうことがありません。っていうところで、まあ、こういう耐久面としてもすごい優秀になります。で、まあ、今回、まあ、この天魔の2っていう風なところの高難易度で使っていくところの、まあ、デメリットというかちょっと難しい点について説明していくと、また、後で言おうかなと思うんですけど、まあ、ストライクショットになります。ストライクショットは貫通タイプになって、ここ反射タイプが有利なんですね。なので、まあ、しっかりとした配置をした上でストライクショットを打っていくと、まあ、最大火力出すことができるんですけど、まあ、そうでないとね、なかなか厳しかったりもしますし、ストライクショット打つ前に HP を消費してパワーをアップさせます。このストライクショットガブの。なので、この HP がね、結構火ダメが多いこの天魔の2っていう風なところでは、結構ね、HP が少ない時に打ってしまうと、次のターンでね、削りきれなくて負けちゃうっていうところもありますので、まあ、そのとこは HP をね、しっかりと確認しながら打ってあげることで、クエスト全体的に安定度が増すと思います。はい。っていうことで、まあ、次のステージからボス戦になってくるんですけど、まあ、ボス戦からもね、基本的には立ち回り変わりません。ガブがね、スピードアップ持ってるっていうところもあって、かなり強いです。はい。で、次からボス戦となっております。今回、守護獣も使わずクリアしていきたいと思います。結構ここはパックとか遅延系の守護獣使うと安定するんですけど、まあ、守護獣も使わず強いよっていうところを見せていきたいと思います。まあ、もちろんね、まあ、ミューズ限定っていう風な形で、限定のオンパレードの構成とはなっていますが、編成ね。編成にはなっているんですが、まあ、そちらはね、まあ、天魔高難易度っていうところと、今回はキャラクターの使ってみたっていうところで、攻略動画ではないので、ご了承ください。はい。で、こっからよ、こっからね。まあ、ガブー、まあ、今回 SS 打たなくて、ボス2とボス3で打っていこうという風な立ち回り、コンセプトで回っていこうかなと思います。なので、ここはね、ミューズのストライクショットとガブのね、カンカンで削っていくっていう風な形で立ち回ります。はい。で、次のね、フォース、4P のガブがめっちゃいい位置にいるので、こちら、ガブでカンカンしていって抜けます。はい。で、ガブのラックスキルガイドっていうところも今回いいですね。めちゃめちゃ活躍します。はい、オッケー。で、めっちゃ、なんか、苦戦してないように見えるじゃないですか。これね、苦戦しないんですよ。マジで強くて。苦戦しないです。
はい。で、次のステージになります。で、次のステージなんですけど、次もね、しっかりとガブで対処していきます。まずは下から倒していきますね。下から倒していって、で、次の 2P で上倒してっていう風な形で立ち回ります。まあ、ちょっと角度がね、シビアなのでしっかり狙って倒していきます。で、次のセカンドの右下にいるね、ミューズで上倒していくっていう風な形で、で、ここでガブできれば、まあ、サードでね、倒し切って、サードで 4P のね、ガブのストライクショットを打っていくっていう風な形をしていきたいです。これいけるね。4P のガブのストライクショットを打っていって、まあ、火力がどんだけ出るかっていうところをね、見せていこうかなと思うので、はい。ここ結構ね、楽しみよ。まあ、これ、マス、ストライクショットをちょっとでもね、加速できるようにしときます。で、ここ結構ね、大変だと思うんですよ。まあ、上に入ったり下に入ったりとかね。しないといけなくて大変だと思うんですけど、ガブのストライクショットあればマジで削りが楽です。で、今回で言うと、まあ、1P のねガブに触れていきながらストライクショット打つっていう風な流れになるんですけど、まあ、うまくいけば削り切れます。で、うまくいかなかったとしても半分以上はねダメージ出すことができるので、まあ、ここねやばいです。はい、ストライクショット、アベマリアです。アベマリア帰ってきました。アベマリアオッケー、よしよし、はい、この威力、この威力ちゃんとはまれればまあね持っていけたかなっていうぐらいな火力なんで、これやばいです。で、これね、あの底力超アンチダメージオール水属性キラーが乗った上の倍率のストライクショットなので、かなりね倍率高くなっています。で、今回ガブリエルなんですけど、まあ、超砲撃型っていうところで超バラではないからそういう風な高難易度の倍率は乗らないんですけど、まあ、それでもね全然最強のストライクショットです。で、できればこれ、あれだね。うまいこと言って、セカンドで、まあ、全処理。セカンドで全処理して、サードで、できれば、表示出てくる村正、村雨かな倒して、で、4はちょっと遊んで、1で決める。その立ち回りでいきたいと思います。はい。で、これ、いけそうですね。うまいこといけそうな感じがするので、いきましょうか。はい、これしっかりストライクショット打って縦勘で倒していきます。はい、これ、いいね。これめっちゃいいとこ見せれるんじゃない？はい、オッケーオッケーオッケー。で、次のホースは別に遊んでいいので、次の 1P のね、最後、ガブリエルのストライクショットで決めるっていう風な形で立ち回ろうかなと思うので、これはマジでいい。はい、これもね、しっかりと、まあ、どうしようかな。有力も出していくっていうのと、ガイド取るか。ワンチャンもう一周回ってくるから失敗した時のためにガイドは取るっていう風な形で立ち回りましょうか。ガイドだけ取っといてちょっとガブの位置を移動させたい。ちょっと移動したい。オッケーオッケーオッケー。あ、いいいい、完璧よ。もう完璧オッケーです。よし、決まった決まった決まった。はい、ということでラストストライクショット打っていってフィニッシュです。え、で、貫通回数です。これ削れると思うじゃないですか。いけます、いけます。はい、ということでストライクショット見ていってください。これ下からかな、あ、上からですね。上からで火力上げましょう。はい、ということでストライクショットいっていきたいと思います。まあ、加速がねしっかりあるんで加速するっていうところもあるんですけど、ストライクショットこれで決めます。はい、1回目2回目3回目で4回目とジャクト。はい、ということで やばないマジでやばいでしょ。ということで今回ね重心化返したガブリエル天魔2で使ってみました。貫通回数っていうところで、まあ、ちょっとね、どうなのかなっていうところはありますが、それでもね、全然強いので、もし持ってる人はね、で、天魔に苦労してる人は使ってみてください。では今回の動画、これにて終わりたいと思います。高評価、チャンネル登録、よろです。バイバイ。